Hello everyone and welcome to the third video in the Hebijo campaign of Senran Kagura Burst Renewal. So in this particular video I'll be playing through the third chapter of the Hebijo campaign. So let's get straight to it. ご存知かしら貧民街というものを。ええ、知っていますよ。私はそこで生まれ、そこで育ちました。え、明日のご飯のあてもなく街をさまよっていた時のこと、私と両親は街頭のテレビで見たのです。高級レストランで食事をするあなた方一家をテレビの中で、あなたのお父様は高らかに言いました。海外の貧しい子供たちに多額の支援金を送ると。マスコミが一斉に喝采を送る様子に私は目の前がクラクラしました。なぜ海外なのですかと、なぜ国内の私たちを無視するのかと。お父様はそんなつもりでは。お黙りください。お嬢様のようにお金が余っている家があれば、私たちのように寝る間も惜しんで働いてもわずかなお金しか手にできない家もある。食べるものがなければ街をさまよい、ゴミ箱を漁るしかない。この現実が理解できますか。いいえ、理解できるわけがない。あなたみたいなお嬢様に、私にとってこれはもう半蔵と蛇所の戦いだけではありません。持つ者と持たざる者との戦争なのです。わかりました。そこまで言うのなら戦うしかありませんね。お嬢様には CR のみ。読み、悪の定めに邁順じます。
続き。勝負ありですね。いいえ、まだです。私はまだ戦えます。正直驚きました。その力、ただのお嬢様とは思えません。私は遊び半分で忍びを目指しているわけではありませんか。そうですか、わかりました。忍びへの強い思いは認めましょう。でもあなたが恵まれた環境にいることに変わりはありませんわ。お金があれば恵まれているとでも。それはあまりに短絡的ではありませんか。お金がある方たちの常套句ですわね。お金が全てじゃない、お金で買えないものもある。それは嘘です。だってパンはお金でしか買えません。根本的な上はお金がなければしのげないのです。それは、それにお金があれば私の両親は死なずに済んだはず。え、お話はもうこれぐらいにしましょう。撤退命令が出ていますので、これにて失礼します。ヨミさん、私たちは戦い合うしかないのでしょうか。待て。ん、その声は。ようやく追いついたぜ。あんたはラーメン女やないか。おいおい、名前ならこの間教えただろ。カツラギだよ、カツラギ。あたいはカツラギだっての。そうやった、カツラギやった。なんだか調子が狂うけど、これも何かの縁だ。さあ、今度こそあたいと勝負しようぜ。ええよ、勝負なんてめんどくさい。だいたいやな、わしは超秘伝忍法書なんて持ってへんし。そんなもん関係ねえ。前に言っただろ、あたいは強いやつと戦いたいんだ。しかし、ほんまに元気なやっちゃな。ん、そうや、いいこと思いついた。おいおい、何グズグズ言ってんだよ。ほな、あんたと戦ってもええよ。おお、そうこなくちゃ。ただし、戦う代わりに一つ頼みたいことがあるんや。頼みってなんだよ。わしに感情ってもんを教えてくれんかの。感情？わしは笑ったり泣いたり怒ったりしてみたいんや。どうして？わしには感情ってもんがないんや。別にそれで困ったことなんかないんやけど、わしの仲間たちがいろいろと気にかけるもんやからな。笑顔ってのを
一つぐらい見せてやれたらなと思うんや。なるほど、そういうことか。だったらあたいと戦うってのはちょうどいいぜ。日陰、あたいが戦いで教えてやるぜ、感情ってもんをな。それは楽しみや。ほな始めようか。日陰、悪の定めに舞い順じる。あんたと戦ってるとなんだか今日はここまでにしとこか。撤退命令が出てるんだ。日陰、
お前の心にちょっとは届いたみたいだな。あたいの気持ちを込めた拳や。しかし、なんだろうね、あたいってやつは。心を閉ざしているやつを見ていると、なんか構いたくなっちまうんだよな。日陰、次の戦い楽しみにしてるぜ。待て、あなたは野牛って子。お前は未来だったな。超秘伝忍法書を返してもらおう。超秘伝忍法書なら私は持ってない。そうか、ならばお前に用はない。待ちなさい、みんなのことを追いかけるつもりならそうはいかない。何度も言わせるな。お前に用は。あなたに用がなくても私にはある。みんなのところに行かせるもんか。私を無視するな。私と戦え。はあ、そうか、お前は守りたい人のために戦うのか。うん、わかった。ならば相手になってやろう。守ってみせる。みんなのことは私が守るんだ。未来、悪の定めに舞い準じる。攻撃はこれで全て見切った。俺にはもう何も通用しない。戦
しい攻撃で私はみんなを。もういい、戦いは終わりだ。今からでは他の連中に追いつかない。お前の足止めは成功したというわけだ。さあ行け、見逃してやる。どうして私まで見逃すの？わかったよ。どうしてか。大切な人を守りたいという気持ちに打たれたのかもな。しかし甘いな、俺も。ひばりじゃない、温泉以来ね。はるかさん、超秘伝忍法書を持っているんなら返してください。あら残念、超秘伝忍法書なら私たちのリーダーに渡しちゃった。えって言ったら信じる？どっちなんですか？それを知りたければ私を倒せばいいんじゃない？その後で体をたっぷり調べたらどう？分かったよ。本当のことを知りたければはるかさんを倒せばいいんだね。そうそう、その息その息。どうせなら倒すじゃなくて殺すって言えば、私も殺すつもりでいくから。当たり前じゃない。私たちは忍びでしょ？うん、ひばりは忍びだよ。だからはるかさんには負けない。殺せるもんなら殺してみればいいんだから。怖いのを一生懸命隠しちゃって、ほんと可愛い子ね。戦うのが楽しみになってきたわ。はるか、悪の定めに邁順じちゃう。
しょ。やられちゃった。私もひばりの魅力にやられちゃった。どこか怯えた小動物のようで、あなたなんて可愛らしいの。連れて帰りたい。うん、連れて帰りたい。ねえひばり、蛇女に来ない？え？何を言ってるの？何をって、天候に決まってるでしょ。天候？そんなの無理に決まってるよ。無理？そうかしら。悪は正義より寛容よ。何だって許してくれるんだから。そういう問題じゃなくて。まあいいわ、今返事はしなくても。でも天候のことは考えておいてね。ひばりが蛇女に転校？そんなことできるわけないよ。このくらいは当然ね。秘伝忍法書を返して。返してと言われて返すのなら、初めから盗もうとはしない。それはそうだけど、でもどうして超秘伝忍法書が必要なの？どうして？超秘伝忍法書の力を借りて、誰にも負けない忍びになるためだ。ホムラちゃん、それはおかしいよ。強い忍びになりたければ、修行で自分を鍛えるべきだよ。アスカ、お前は忍びとしてまだまだだな。え？鍛えて鍛えて鍛え抜くのは、忍びとして最低限の努力の話だ。誰にも負けない努力をするのは当然。そして私はさらに超秘伝忍法書の力も求める。忍びとは手段を選ばずに強さを追求するべきだ。強さが大事なのはわかるよ。でも超秘伝忍法書を奪ったせいで、ホムラちゃんたちの仲間がおかしくなっちゃったじゃない。強くなるためなら仲間を犠牲にしてもいいの？忍びなら仲間も強さも大事にしなきゃダメだよ。お前の忍びの道と私の忍びの道は違う。文句があるならかかってこい。ホムラちゃんの忍びの道は間違ってるよ。アスカ、正義のために舞い忍びます。忍びの道に間違いも正しいもない。ホムラ、悪の定めに舞い順じよう。
歯応えのない。アスカ、立て。まだ大して聞いてないんだろ。そんなことない、結構聞いたよ。それが聞いている顔か。本当に聞いたんだって。もう死ぬかと思ったよ。でも、その代わりに超秘伝忍法書は取り返したけどね。な、肉を切らせて骨を断つだよ。アスカ、今日のところはお前の勝ちだ。だが、次はこうはいかんぞ。ホムラちゃん、私とホムラちゃんの忍びの道、そんなに違うかな。もしかしたら根っこは同じなんじゃないかな。今戦っていて、私そんな風に思ったんだ。上々かな。この技は使えそうだな。もう観念しなさい。未来、さあ未来、どうするの。じゃあ次は私の番ね。あら、一つ、二つ、三つ、イノシカチョウ。なんてことだ。はいはいはい、じゃあお待ちかねの罰ゲームの時間です。
ゲームは私にやって。何言ってるの、これはチーム戦でしょ。代表者が負けたらチームで責任を負うって決めたでしょ。タンマもありでしょ。タンマもデンマもありません。私の乳ビンタは痛いわよ。行くわよ。えい、ぬぬぬぬぬ、未来にも行くわよ。えいってあれ、こんなものがあるから。あ、負け続きだからって花札を食べるなんて卑怯よ。残念でした。未来、よくも。皆さん静かにしてください。他の乗客の方に迷惑です。何見てるのかしら。あなたたちも乳ビンタされたいの。はるか、いい加減にしろ。警察に通報されるぞ。海の匂いがしてきたね。もう海に着くのね。だったら着替えないと。何やってる。はるか、まだ脱ぐな、早すぎる。大丈夫だって、ちゃんと服の下に水着を着てるんだから、何も問題ないわよ。じゃあわしも脱いでまうか。日陰まで。おい、やめないか。皆さん、どうして静かにできないんですか。私としたことが申し訳ありません。明日から海に行け。任務を失敗した直後にどうして海なんですか。成果はあった。超秘伝忍法書を開くと近くにいる者は凶暴化する。これは大きな収穫だ。それは心配しすぎだ。影響を受けたのは小部隊だけ。つまり体力や精神力の弱い者が凶暴化しやすいのだろう。には似合わないわよ。楽しむときは楽しむ、遊ぶときは遊ぶ、それが悪人ってものよ。さて、では恒例の水着チェックといきましょうか。いいじゃない、いいじゃない。未来、マニア心をよく。はるか、そのいやらしい目はやめろ。はいはーい、邪魔なタオルは没収します。さすがにスタイル抜群ね。大きなおまんじゅうが2つプルンプルンしているわ。はるかさん、あまり大きな声でそのようなことは。やっぱりそうよね、フリフリよね。ヨミちゃんのフリフリに私はクラクラよ。待たせたの。日陰ちゃん、
蛇柄の水着をチョイスするとは、似合いすぎてて、さすがの私も降参よ。さあ、泳ぐぞ。ほら、日陰さん。冷たくて気持ちがいいね。未来も早く来い。とっても気持ちがいいですわよ。うん、ちょっと飲み物買ってくるね。ん？未来、どこ行くんや？ちょっと飲み物買ってくるね。なんか浮かへん顔しとるやん。どないしたん？ごめん、一人にしてくれない？なんでや、せっかく海に来たっちゅうのに。わかった、未来泳げへんのやろ。図星か。ほな、わしが特訓してやろか。特訓言うても単純に泳ぎ方教えるわけやないで。デク人形と戦って筋肉の使い方を体で覚えるんや。ちなみにデク人形は穂村さんが宅配便でここまで送ったんや。あいつの修行熱心さは度を超えとるわ。今はそういう気分じゃないの。まあそう言いなさんな。ほな行くで。未来舞い順次る任務開始。さあ続き。いい動きや。次は今の動きを水泳に応用して。構わないで。
ん？私に構わないで！どないしたんや。未来、なんかおかしいで。もう、私とこれ以上仲良くしないで！これ以上仲良くなっちゃったら、私…今さらそれは無理ちゃうか？わしらは選抜チームなんやから。なあ、なんかあったんならいいや。わしでよかったら話を聞くで。だから、私に構わないでって言ってるでしょ！未来？もしかしたらこの辺りを離れてしまったのだろうか。考えていても仕方がない。私たちにできるのは探すことだけだ。
まさか。お願いや。ほんま、お願いや。ひなた、ひなた。未来。未来。嘘やろ。見つかっちゃったか。死んだふりって効果ないね。このアホ、何が死んだふりや。わしたちがどれだけ心配したか。日陰、泣いているの。泣くっていうんは悲しい時やろ。今は違うよ、日陰。涙は嬉しい時に持ってるんだ。お、未来、なんで逃げ出した？黙ってたらわからん。とにかく戻ろか。いやだ、私は戻らない。戻りたくない。理由もなく学校を離れたら抜け人扱いになることは知ってるやろ。知ってるよ。抜け人が悲惨な目に遭うこともね。でも私はそれでも戻らないよ。ほな、しゃあないな。無理やりにでも連れて帰るで。ひかり、舞ちゃんだ。未来、舞ちゅんじる。いざ紅蓮のごとく舞い散れ。さあ、続き。危ないやんけ。よせない。片っぽ危ないやんけ。下から黙れ。片っぽの女。片っぽの女。なんてことすんのよ。なんてことすんのよ。はい。
来たで。ふざけ。決着。この程度かよ。未来、今力抜いてたやろ。戻りたくなければわしを倒せばよかったはずや。それやのに力を抜くとはどういうこっちゃ。私は戦いたくないんだ。選抜メンバーのみんなは私の大事な友達だから、傷つけるのも傷つけられるのも嫌なんだ。でも今のまま蛇女にいたら、私凶暴化してみんなに襲いかかっちゃうかもしれない。凶暴化？超秘伝忍法書の任務のことなのか。私半蔵襲撃の時に凶暴化仕掛けたんだ。そうやったんか。話は分かった。わしは未来を見んかったことにするわ。わしも嫌や。あんたと命がけで戦うなんてできん。でも私を見逃しちゃったら。わしのことは気にせんで、はよ逃げるんや。不思議なもんやな。未来と戦うことを思うと胸が痛む。でもあの葛城と戦うことを思うと胸が弾むような感じがする。なんなんやろこれ。このわけのわからん感じは、もしかしてこれが感情っちゅうもんなんやろか。いつも通りやな。日陰から話は聞いた。だったらこのまま行かせてよ。私が選抜クラスにいたら凶暴化してみんなに。バカ野郎。私は言ったはずだ。体力や精神力の弱い者が凶暴化しやすいと。だから私は。未来、聞け。体力や精神力が弱いのなら鍛えればいい。違うか。やるべきことはまず修行。逃げるよりも鍛えることだ。未来、私と戦え。無意味に殺し合うための戦いではない。蛇女の仲間として生きていくための戦いだ。ホムラ、お願い。よし、では行くぞ。ホムラ、舞順次よ。ミラ、舞順次。いざ紅蓮のごとく舞い散れ。続き続き。よし、逃げろ。
無視すんならぶっ壊してやる。歯応えのない。私の勝ちだな。私弱いね。強くなりたい。私もっともっと強くなりたい。なれるさ、未来なら。強くなるための戦いなら私がいくらでも付き合っている。ホムラ、でも戻っていいのかな。私抜け人になってないの？気にするな。今戻ればお咎めはないだろう。それに悪は善より寛大だからな。さあ一緒に帰ろう。調子は上々かな。And with the chapter complete, that's pretty much what you can expect from the third chapter of the Hebijo campaign from Senran Kagura Burst Renewal. And in the next video, we'll go through the fourth chapter of the Hebijo campaign.